村選手はですね、本当に、僕が、知っている体操選手のもう歴代すべての選手を含めてももうトップクラス、トップなんじゃないかというふうに思うぐらい今すごく力を持っている選手で、個人総合では、世界選手権、過去、ここ3年間で3連覇ということで、もうダントツに今力を持っている選手で、どんな大きな大会になっても逆にこうワクワクしながら自分の力を出し切るっていう、そういう選手なので、まあ、本当に個人総合誰が優勝するのかっていうふうなのを見るっていうよりも、今回その康平が金メダルを取る瞬間を見るっていうような、そういう試合になるんじゃないかなというふうに思いますね。田中選手はですね、やはり美しい体操、もう正確な体操っていうところが彼の持ち味で、見ててもどこ減点したらいいんだろうっていうふうに思うぐらい減点できなくて、もう本当に技も教科書通りというか、こうやって技を行えば減点なくっていう技を全てこうやるっていうのが彼の魅力だと思います。なのでそういう、技の正確さ、美しさっていうのを、そういうところを見ていただきたいなと思います。